サンディーズフラビューティー。悲しいことや悲惨なニュースが多い世の中だけど、小さな幸せにチューニングできる人は素敵ですよね。飛び上がって喜びたくなることも毎日たくさん起きていますから、その事実に意識を向けた方が明るいでしょう。そういう意味で、生まれてから死ぬまでずっと、例えば心臓が動いている、そんなさりげないことにもっと感謝したいですよね。ありがとうの気持ちを忘れないで生きていると、人生のあらゆるシーンで自分を応援し救ってくれる大いなる何かが寄り添ってくれると私は信じています。